南部町は県庁所在地の甲府から南に約 60km 離れた最南端に位置しています。南部町の歴史は古く、鎌倉時代に源頼朝に仕え功績を挙げた南部三幸公が南部の地を与えられたと伝えられています。明治22年には六ツ合村、栄村、富沢村、万沢村の4村でしたが、昭和の大合併で昭和30年南部町と富沢町が誕生し、全国的に地方分権が進む中、平成15年3月31日に南部町と富沢町が合併して新南部町が誕生しました。富士川は江戸時代から明治時代にかけて往来が多く、水難事故が相次ぎ遭難者が絶えませんでした。南部の火祭りは水難者の霊を鎮めるため、そして稲を害虫から守る虫送りの意味も兼ねているといいます。この富士川の両岸には108体と呼ばれる滝木の山が作られ、川下約2km ほどのところまで並べられます。午後6時30分、日が傾き始める頃に子供たちが手に松明を持ち、投げ松明が始まります。高さ約8メートルのところにある蜂の巣と言われる麦わらで作った皿めがけて勢いよく投げ入れます。クライマックスは大松明の点火です。僧侶の度胸の中点火された松明の炎は川辺に幻想的な風景をもたらします。南部の火祭りは13日に先祖代々の仏様を迎え、16日に送るというお盆の供養の時でもあり、故郷を離れた人たちが久しぶりに帰ってくるという時でもあります。昔から受け継がれている火祭りは、子どもの頃に体験した投げ松明や108体など、思い出がいっぱい詰まった行事であり、また町民の大切な行事でもあります。